はい、ポタポタアウトドアチャンネル、ポドちゃんです。はい、というわけで今日は、ここはセンター北、センター北にあります、お好み焼き屋さん、いいやつになりました。名前は、アンズ。アンズさんです。タイトルは人生初のお店で食べるコンビ、アンドモンジャイ。またの名を、はい、すごいピピピだね。はい、今日大使が初めて体験するので、やってきました。コウタはどっかの夏祭りに行っちゃって今日は不参加でございます。じゃあ初めてデビューですね。楽しみください。はい、じゃあ行きますよ。レッツ。大げそバターで豚粒がいいます。こちらもバター引いてから焼いていただきまして、奥にお醤油ございますのでかけて召し上がりますね。召し上がる、やめて、やめて。4番、私たーちゃんの半分でいい。これマスクサラダ一口目いっちゃう。でも、はい、美味しい。明太子がいい感じだね。中の麺やってるから。ママ、サッカーして。サッカー。サッカー。うわ、やばいな、これってさ。いや、懐かしいな。懐かしいよね、この感じ。この感覚懐かしい。お父ちゃんとママ毎週末お好み焼き食べてたんで。毎週食った。俺を入れてくれって言ったら、いいよ、大輝、お前のセンスでやってくれ。マジで、いいよ、やっていい、いいと思う。お前の感覚でやってみ、これぐらいかな。おお、おいしい。ちょっと足りない、もうちょっと、もう一回し。OK。 2番、シチュー版。ビールが飲みたくなるでしょ。タイちゃんは何が20歳だっけ、18歳だっけ。20歳。めちゃくちゃにすんの。うん、大輝が、ぐちゃぐちゃ。お父ちゃん、もう痛い。難しい。お好み焼き歴30年。でもブランクも30年。頑張ってますね。まあまあ。相変わらず酒命です。
お好きな方は鰹節を上にかけましょう。いや、後にしよう。切れて、手を支えるだけ。こうやって、こうやって、入れてくれ、こうやって、ぐっと入れます。こっちを面積入れて、ぐっ。思い切ってね、怖がらない。ギリ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 。完璧じゃん。完璧じゃん。怖い。お父ちゃんのマイビームどう？うまい。ダム撤回しないように。そのヘラにくっついてるお餅焼いて。はい、成功。プラスしてもいいよ。はい、次は青森。そこは青森。はい、次は手っ取ってみよう。パラ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 って何もが基本できません。そうそうそう、それがうまい。これはもう風味のプレッシャーで、で、でも30年ぶりぐらいのもんじゃちょっと嬉しい。じゃあまた。